はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、一応次のイベントがさすらいということで、おっと、その前に一応スザクのやつね、コンプリートしました。コンプリート、おしまい一応スザクはね、まだゴールデンウィークキャンペーンあとやってるので、まだね続きが来るんじゃないかなと思うんですけど、次一応ねさすらイベントということなんで、あれまだか、はい、ミッションの方がまだ終わってないか、はい、ミッションがなまだまだですね。まあでも毎日このね、ありがたいね。もうちょいだね、もうちょいで私2凸だ。はい、ごめんなさい。次のイベントが、さすらいということで、万里の試練もなんか、ランキングに関する対応とかあるみたいですけど、一応ね、次のイベント、ちょっとした予想みたいのをしていきたいと思います。さすらいバトルね、結構頻繁が高くなって、国取りがね、重要になってくるんですけど、あんまりみんながやりたがらないイベントですかね。ただこのよくねペアになってるんですね。これウェビナニャンとオビナニャンで、ウェビナニャンとオビナニャン復刻あるかもしれませんし、この前にさえなジバニャンサンタね、強キャラジバニャンサンタ復刻もあるかもしれないです。であとこの前の国取りね、国取りじゃねえや、群馬神のねパターンもあるので、これ加工トン来たらまた一緒にどうなんでしょう、サンタ総人が復刻してくれるのか、あれですけどね、スイート縫製復刻しても構いませんので、はい。グマシンが一番嬉しいかな。で、去年の今頃、あ、サスライバトルといえばノルソルなんでね、ノルソルもありと。まあ一番スコアタの次に、あ、ランクアップも強化しやすいか。まあ強化しやすいイベントで、去年はね、G キュービが来たんで、どうでしょうね。G エンマが来てるので G カイラとかね、もしかしたら来るのかもしれませんかねっていうねとこですね。スゴロクはこれ久々のお見せするサーバー1、この前ちょっとねあのコミュニティでも見せてたんですけど、超級ね20万なかなかいかないよねっていうね、なんかそんな感じです。ちょ、このアカウントはちょっとミスしたと思ってるので、でも私サーバー1で久々に、あ、250以内、久々に狙えそうだなっていう感じなんですけど、まあでも本当、スゴロクイベントはいいですね。2週間、まったり、待てなかったかもしれないからいいかなって感じですかね。で、一応さっきも言ったけど、スゴロクはペアがよくあるので、まあ、天聖オビナニャンがね、本当は3凸したかったんで、オビナニャン復刻でもいいしね、メビナニャンもあとちょっとで2凸なんで、はい、いければなと思います。メビナニャンまだね全国デビューしてないけど、まあくくりの代わりになるかもしれないっていう感じで、うん、まだ全国デビューってあとって感じですかね。まああとはね、前も言ったけどガシャの方は今回風だったんでね、どうでしょう、そろそろ土が来るかね、属性のねやつが来るんで、そろそろあ、リンネって土だっけ、リンネって土だっけ、違うな、そろそろリンネが来てもねいいんじゃないのっていうね、そんな感じありますね。リンネ雷か、あ、氷だ、なるほどね、はい、そろそろ輪廻が来てもいいんじゃないかなっていう感じもしますかね。んで、ノルかソルかももう3凸してるんで、はい。まあおそらくね、復刻あると思うので、ジバニャンサンタがいいかな。ジバニャンサンタもそろそろ3凸できるんで、4凸したらね、かなり強いんでね、ジバニャンサンタも楽しみにしたいなと。思います。まあとにかくね、さすらいはまあこの
スゴロクもそうだけど、後半戦が割と重要なんでね。後半戦割と重要っていうか、まあ前半そんな急ぐ必要もないっていうイベントですかね。うん、国取りが関係してるので、まあ昔のねマサ妖怪三国志再生リストとかで検索してくれれば過去のねさすらいイベント出てくると思うんですけど、そう、最初の方は国取りも制圧は少ないのでね、あんまりなんだよね。最初からやってもあんまり絆線とか落ちないって感じなんですけど、まあでも絆線が結構落ちるんで、はい、私としてはこう群馬市に来てもね全然構わない。花崗豚もサンタ宗神もね、サンタ宗神とにかくあとちょっとで貫突なんで、ぜひ群馬市の方来てほしいな。法政がこの前来たんで、しかもみんなね限界突破できるからね、みんな強いっていうかね、基礎能力が高くなるんで、はい、法政もね来てくれたらなと思います。一応ね最近は A ランクが割と群馬市に来てて、まあ来るとしたらなんだろうね、あんまこのアカウントはフェス群馬市持ってないんだけど、ゴールデンウィークの群馬市にいたよね。全然持ってないから、ここだと見せようもないな。はい。あの辺の、群馬市、何群馬市って言ったらいいんだろうな。浴衣は夏だもんな。何ですかね。チョコじゃない、スイートじゃない。水着はちょっと早いか、月見でもないし、祭りもちょい早い、桜でもねえしな。どうなんだろうな。あれ、鎧かぶと群馬市みたいにいなかったっけ。なんかちょうどいい水着、まあでも水着じゃないとそんな、新郎もねまだ早いしな。あ、そうすると5月ってゴールデン群馬神って今までいないんだね。はい、あ、 G いた。そう、 G 群馬神がね、そう G 群馬神が来てもいいかなっていう感じですかね。まあ G なんちゃらはおそらくフェスガシャの方がね来ると思うので、はい、まあその辺ね楽しみにしたいと思います。 G 中達か、 G 順位か、はい、 G 群馬神来るかなっていうのもありますが、まあそもそもね、最近の傾向だと結構 A ランク群馬神がねなってきて、関作もなったし、まだね結構 A ランク、この前この東博もなったので、まあこの中でそうですね、なんかなりそうなやつ、はい、まあ鎮球か、この辺も今後来そうだよね。ベンシちゃんとかこの辺来たから、今後女の子だとこのビシちゃんが来そうだなっていうね。この子も来たよね、確かシンシちゃんもね、はい、大元気も来たし、うん、あれ高三条も来たよね、高三条だ、高三条じゃねえ、はい、なんでまだあの A ランクたちね、うん、まあ龍禅でもいいけどね、法政、これか、法政も来たんで、はい、この辺群馬市、あ、でも高月はもう来てるか、あ、この子もサイエンもねまだなんで、サイエンでもいいかなって感じ。この子は随分来たね、スーシちゃんはね、はい、そんな感じなんで、まあ群馬市がね来ても楽しみにしたいと思います。で、私ねやっぱりこの子供の日に近いということで、私的にはね予想は金太郎にゃん来てくんね、金太郎にゃん来んじゃねえかなというね予想を立てたいと思います。まあリンネでもいいし、 G カイラでもいいし、金太郎にゃんとどうなんでしょう、浦島にゃんでもいいのかな、わかんない、太郎にゃん、桃太郎にゃんだけねちょっと優遇されてるんですけど、はい、桃太郎、浦島にゃんって S ランクだったっけな、浦島にゃんかな、金太郎にゃん結構有力なんじゃないのかなっていうね、はい、そんな感じで私は予想したいと。キジニャンがいて、キジニャンは S ランクなのに金太郎にゃんが A ランクなんだな、はい、そんな感じで、タロニャンがね、あ、これ浦島にゃん、あ、浦島にゃんいた、はい、
浦島にゃん来てもいいんじゃないのかなと思っておったりします。まあとりあえずね、ペア系の妖怪が来そうなので、うん、そんな感じですかね。鯉のぼりにゃんとかいないしねはい、じゃあ今回こんな感じです。またでもね、もしかしたら、あ、でもスザクがもう無料配布があるから、もう無料配布ないか。あとペア妖怪誰だろうな、そんな感じを思いつつ、はい、次のイベントさすらいね、頑張って。でもなんとなく金太郎にゃんの気もするよな。はい、じゃあ今回こんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。金太郎にゃん小生もまだないもんな。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、誰でしょうね。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。誰かな。